モートジッピーに参戦するために、ホンダ技研工業が開発した、ロードレース用オートバイの名称。蒸気のオートバイに搭載されている部位があった後、人うレシプロエンジンの名称。RC211V は、2002年からのロードレース世界選手権の大幅な規定変更により、2001年から2006年の間に、ホンダ技研工業の子会社である、ホンダレーシングによって開発された。 ロードレーサーの名称である。社名の RC はホンダの4ストロークグランプリマシンを意味し、211は21世紀におけるグランプリマシンの一代目であり、末尾の V は5気筒の子を示すギリシャ文字、V 型エンジンとビクトリーの頭文字という意味を持たせている。開発責任者は元ホンダ技術研究所上席研究員で、 ロードレース世界選手剣総監督の吉村平次郎である。新しいレギュレーションでは2ストロークは 500cc4、気筒、4ストロークは 990cc までの気筒数は無制限となった。500cc クラスの名称はモートジッピーとなり、使用できる車両はこれまで通りプロトタイプのみ。また、かつてホンダが開発した大ンピストンエンジンにはハンディが課され、 4気筒エンジンと5気筒エンジンでは同じ最低重量制限となったため、ホンダは4気筒よりも高出力の望める5気筒エンジンを最も得意とする V 型にまとめることにした。エンジンは2002年から2005年まで森脇エンジニアリングにも供給され、同社のレーサー MD211VF に搭載された。2006年にはケニー・ロバーツが率いるチームロバーツにも供給され、 翌2007年まで供給は続けられた。2002年度のレギュレーションで最も有利とされる気筒数を選択した V 型5気筒エンジンは V バンク角を75.5度とすることで理論上一時振動を打ち消している。またドライサンプとウェットサンプの良いところ取りのようなセミドライサンプ方式を使用することでエンジン内の抵抗を最小限に止め 初期開発段階で 200PS を U に超えていたと言われる。ホンダの公表によれば2004年現在の最高出力は 240PS を超えている。また、車体全体での乾燥重量は 145kg、最高速度は時速 330km 以上とされている。リアサスペンションに用いられたリンク方式であるユニットプロリンクサスペンション。 ショックユニットをフレームに接続する従来の方式に対してスイングアームに直接ショックユニットを吊り下げリンクを介してフレームに接続される従来まではスイングアームの重量増加を避けるため重量のあるショックユニットはフレームに吊るされていたがスイングアームにつけることによってスイングアームに重量を持たせタイヤを路面に押し付けるトラクション効果として利用した また、リンクがスイングアーム内で完結しているため、フレームに与える影響は少なく、フレームの合成設計の幅を広げるとともに、シート下にスペースを確保、重量変化のあるガソリンタンクをシート下に移動させることに成功した。しかし、ショックユニットがフレームに接続されていないため、ライダーへのショックユニットのインフォメーションが少なく、間隔が薄いというデメリットもある。 ユニットプロリンクにより確保したスペースを利用して重量変化のあるガソリンタンクをシート下に配置、ライダーの重心に近づけることにより、レース中の燃料残量によるハンドリングへの影響を最小限に止める。ガソリンタンクをシート下に配置したことにより、従来のガソリンタンク1に大きなスペースを確保。エアボックスとして利用することにより、より新鮮で、 大容量の空気をエンジンに送り込み、出力を上げることができる。2006年型ニュージェネレーション2006年、990cc 最終年となったシーズンに、ニュージェネレーションと呼ばれる今までの RC211、ボルトにはなかった発展車種が登場し、ニッキーヘイデンが操った。この背景には、次年への後継車種の RC212V の開発を兼ねていて、 ヘイデンの今までのマシンへの不満を解消したモデルと言える。今までのオリジナルと呼ばれるモデルの基本からの性能を見直してフレームをコンパクトに短く、そしてスイングアームを長くするなど車体、エンジンともオリジナルからはほとんどが異なっている。随所に最新のメカニズムを搭載したこの車両は投入直後から圧倒的な強さを見せつけている。デビューイヤーの2002年、 翌年の2003年、バレンティーノ・ロッシュにより、勝者となった。その後2年間はヤマハへ移籍したロッシュがカルユーザー、M1 の後陣を廃するが、2006年には、ニッキー・ヘイデンの手により、チャンピオンを奪還した。NSR500 での獲得ポイントを含む。ありがとうございます。